ファクトリー後藤沙織あの手を握ってもいいですか <laughs> やった <laughs> お兄様の手大きくて温かいです小さい頃私が怖い夢を見て泣き出すとこうして手を握って一緒に寝てくれましたよね優しくて 暖かくて、すごく安心できたんです。ここからの道は、どのように進めばよいのでしょう。地図にはない道もありますわ。早く待ち合わせ場所に行かないといけませんのに。どうしましょう。困りましたわ。あ、あの、そこの方、助けていただけないでしょうか。 あらどうしたのかしら何か恐ろしいものでも目の当たりにしたような顔。<laughs> 最近の人間は失礼なことを言うのね。私は怪物ではないわ。ただの名もなき魔女よ。まだかな これは絶対に一口も渡さないぞーえここい今勝手に食べたよねちょっと信じらんないすっごい楽しみにしてたのになんでなんで分かってくれないのなんでいつも私ばっかりこんな惨めな思いをしなくちゃいけないの あもうんざり壊してやる <laughs> 何もかもすべて壊してやる大丈夫はい私のハンカチよかったら使ってね <laughs> それにしてもあなたって結構ドジなんだあ,あごめんね 別に悪い意味じゃないのよ。なんだか、可愛いなって思って。ずるいよお姉ちゃんばっかり食べてねえ、私にもプリンちょうだいよねえ、ちょうだい言ったらもういいもん。後でママに言っちゃうんだからほんだ母と喧嘩をした。 机の上に置き手紙があった。ごめんね。大切な言葉は手紙で伝える。私の習慣になった。明日は大事なあの人に、カスタム万年筆。